番の今宮。ショート、ナイスジャンプ。横っ飛び鈴木大地。3回の表、まずワンアウトを取りましたが、アピーを盛り立てるいいプレーでした。ライナーの左右間抜けるかどうかというところ、鈴木大地にちっちゃく珍しい感じでダイビングキャッチ。加藤さん、はい、試合前この鈴木大地に話聞きますね。今日は涌井さんの100勝目かかってるんでね、と結構気合い入った表情してましたんでね、その思いが取らせたボールだったかもしれませんね。はい、